今回はペッパーにジェスチャーなどの動きをさせてみましょう。ランダムに色を選んで。そうですね。いかがですか？まず動画9で作ったプロジェクトを開いてください。お持ちでない場合は研修動画が掲載されているウェブサイトから動画9のファイルをダウンロードして開いてください。ペッパーのプログラミングでは体を動かす命令をアニメーションと呼びますが、アニメーションに関して学ぶ前にまず動画8でちょっと触れたエクゼキューターの説明をします。おさらいですが、 Java と Chat トピックを連携させる方法は2通りあり、1つがブックマークで、もう1つがエクゼキューターです。ブックマークとエクゼキューターの違いは後の動画で説明する同期・非同期の違いに似ています。キーチャットボットはブックマークで処理が行われていてもブックマークの処理の完了を待たずに会話を継続しますが、エグゼキューターの処理が実行されている間は会話を止めて、エグゼキューターの処理が完了するまで会話を再開しません。ではチャットトピックに新しいインプットを追加しましょう。色を選んでといえば、ペッパーがランダムに色を選び、その色をディスプレイに表示するプログラムを書こうと思います。次に Java 側でエグゼキューターを書いていきます。まず新しいクラスを作成し、ランダムカラーエグゼキューターと名付け、ベースキーチャットエグゼキューターをエクステンスで継承し、オルトとエンターを押して、クリエイトコンストラクターマッチングスーパーを選択します。赤い下線が出ているので、ここもオルトプラスエンターでインプリメントメソッドを選び、オートコンプリートでメソッドを作成しましょう。ランウィズにより、チャットトピック上で処理がエグゼキューターに到達したことを検知することができます。今回は使用しませんが、チャットトピック側から変数を取得することも可能です。続いてランダムに色を選ぶ技術をしましょう。bool というブーリアン型の変数に newRandom によりランダムに true か false が入るように書きます。さらに bool が true なら青、 false なら赤を表す整数が入るように記述します。それができたら動画9の時と同じように runOnUI スレッドでディスプレイの背景色を変えるコードを書く必要があります。動画9の時のコードをそのままコピーして使ってもいいのですが、対象の部分を選択し、右クリックしてリファクター、エクストラクト、メソッドを選んでメインアクティビティをクリックしてみてください。表示されたウィンドウで適当な名前をつければ、自動的に先ほどの runOnUI スレッドの部分がアップデートタブレットカラーの外にメソッドとして定義され、複数の箇所で利用できるようになります。コード全体がシンプルになりますし、runOnUI スレッドの部分に修正が入っても1箇所直すだけで更新できるので、コピーよりもこの方法をお勧めします。それではディスプレイカラーをエグゼキューターの中にも記述します。こちらでは渡すべき変数がカラーなので引数をカラーに変更します。エグゼキューターの作成は完了しました。1つのプログラム内にエグゼキューターはいくつも作れ、それぞれ別の役割を持たせることができるので、どのエグゼキューターを使うかをプログラムが分かるようにマップ、つまりエグゼキューターリストのようなものを作ります。ちょっと長いですが、表示のように入力してください。基本的に大文字小文字は区別されるので注意してください。次に作成したマップに要素を入れます。この記述によりチャットトピック上のランダムカラーエグゼキューターは Java 上のランダムカラーエグゼキューターであることを意味することになります。また引数としてエグゼキューターズを入力します。この処理を実行すると、まずペッパーがそうですねと発生し、その後チャットトピック上でランダムカラーエグゼキューターに処理が到達したことをトリガーとして Java 上のランダムカラーエグゼキューターが実行され、赤か青がランダムに選ばれてディスプレイに表示され、再度チャット側に戻ってペッパーがいかがですかと発話します。ちなみに異なるチャットトピック間で同一のエグゼキューターを使用することも可能です。今回はチャットトピックを使用してディスプレイの色を変更しましたが、エグゼキューターを使用することでペッパーを動かす、つまりアニメーションを実行することなども可能です。まずアニメーションファイルを用意しましょう。 KSDK には多くのアニメーションテンプレートが入っているので一つ選んで挿入してみます。ファイル new のインポートアニメーションを選択し、アクションタブレットの中のジェスチャーボースハンズを選んでみましょう。
OK をクリックするとアニメーションエディタが表示されますが、今回はアニメーションを編集しないので閉じてしまって大丈夫です。挿入したアニメーションはレスのローの中に入ります。それでは挿入したアニメーションを実行するコードを書きましょう。アニメーション名、アニメーションビルダー、with getKeyContext、with resources の順に書きます。with resources は R. で挿入したアニメーションを引数に設定します。アニメーションをインポートしたとき、incompatible types というエラーが表示された場合は、Android Studio が適切でないアニメーションをインポートしている可能性があります。これは KSDK だけでなく、Android Studio の方にもアニメーションクラスが存在するためです。間違っている部分を修正しましょう。このインポート行は適切なインポート文ではありませんので削除します。削除したら元の行に戻り、 TSDK のアニメーションをインポートすれば改善します。次にアニメーションアクションを作成します。アクション名、アニメイトビルダー、 with getKeyContext、 with animation の順に書きます。そしてビルド、最後にランを書きます。今回はエグゼキューターで実行されており、UI スレッドではないので、スレッドをブロックしても問題ありません。ですからシンプルにアニメイトランを使用します。こうすると、エグゼキューターを利用していることから、スレッドをブロックしたアニメーションが実行され、アニメーションが終わった後にディスプレイの色が変わります。それではエミュレーターで動作を確認してみましょう。ちなみにエグゼキューターの中でアシンクを使用することにより、アニメーションの完了を待たずにディスプレイの色を変えることも可能です。つまりエグゼキューターでもブックマークと同じような処理にすることもできます。2つの機能に大きな違いはないので、状況に応じて好きな方を使ってみてください。以上でペッパーを動かそうの研修を終わります。